ピョートル一世島の一ピョートル一世島は西南ピョにある島。南極大陸からは約4 5 0キロメートル離れている。ノルウェーが領有を主張しているが、同国の主張は国際的には認められていない。また、ノルウェーも提約している南極条約によって、この島を含む南極地域における領土主権、請求権は凍結されている。 1821年1月21日に、ロシア帝国の海軍軍ジンベリングスハウゼンが南極海襲港の途上を発見したと言われている。透名は、ロシア皇帝ピョートル一世にちなむ。オラオルスタットが1929年2月2日に、初上陸し、ノルウェー領と宣言した。1957年からの国際地球観測年に備えた1955年のオジー。 南極分科会の会議では、南極観測を希望した日本に対して、このピョートル一世島を割り当てる案が浮上したが、南極大陸での観測を希望する日本側が拒否し、最終的には同じくノルウェーの領有主張地であるドロンニングモードランド内のプリンスハラルドコーストに決定し、1956年に同地域の東オングル島で昭和基地が設置されることになった。 また、1959年に調印された南極条約により、ノルウェーによる領有権主張は凍結されることになった。その後も現在に至るまで、同東には友人の観測拠点は設置されていないが、不定期に各国の調査隊が同東へ上陸ないし就航し、1985年にはノルウェー局地研究所の観測隊員によって自動気象観測所が設置された。 1995年には、ノルウェーの法律が、同等にも適用され、ここで活動を行おうとするノルウェー国民はノルウェー、極地研究所に報告義務を負うことになった。ありがとうございます。